はい、完璧ですね。はい、でも、それで次、ゆとぼりやっていきます。では、今ですね、現在、キャンペーンで経験値が3倍ということで、今なら上げ放題っていう感じですね。これ3回目くらいですよね、始まってから。で、今の時期を逃すと、本当にね、レベル試合やってもあんまり上がんないんで、今が非常にチャンスですね。で、なかなかね、レベル満にするのに、トレーニングのコーチが必要なんですけど、まあ、それをね、使ってない方もいらっしゃると思うんで、まあ、この機会を逃さずやっていただけたらなと思います。はい、ではガチャ運がね全くないので、まあ、こういうね小銭稼ぎをしっかりやっていきましょう。50コイン取りに行きます。はい、ではまず 8.1 なので引き分け以上ですね、狙っていきましょう。はい、お願いします。メンバーはねもう全く変えてないのでちょっと飽きつつあるんですけど、まあなんとかね引き分け以上持っていけたらいいかなと思います。相手がイタリアなんでね、エルシャーラウィとかもいたな。よし、コロッキからサイドだ、違うって。うわー、今の絶対左でしょ。なんで中央に送ったんだ。サイドチェンジしましょう。よし、来た。あー、ダメ、サイド。お、どうや、ファールくれ。よし。いや、ほんとね PK ね下手なんでね。もう決めてるんですよね。でこれがもう止められたら仕方ないっていう、もうこの左。よし、さすがヤットさん。なんかパラグアイじゃなくてなんだっけ、クロアチア戦の PK も遠藤がいたらヤットさんがいたら違った結果じゃないのかっていうなんか記事があったな。そんなのね、じゃあ呼んでくれよって思うけどな。まあ、それでもね、なんか面白いと思うけどね、その PK 専門員みたいな。止めろ。だから森保さんも最後1枚残してたから、もうなるんだったらもうその PK 要員で1人交代入れてもよかったかなっていう気はしますけどね。まあいないんだろうな、誰がやっても一緒みたいな。うわー、これファールでしょ、ボールいってないじゃん、やばい。中央で、中央でカット。よし、落とす。うわー、マイナスだ。はい、サイド。うわー、回収早いな。これきついな。ナイス。そこじゃねえって。うわー、簡単に取っていくな。うわ、なんであれ前向けんねん。そこ2人頼むぞ。うわ、あー怖っ、折り返ししてこんかったな。これを、あ、前入られた。簡単になんか前入られるんやな。よし、来た、もう一回。うわー、今のな、もうちょっと前に行きたかったな。これなんとかジャンプして、よし、拾えない。ああ、うわ、マイナス。うわ、きつい。遅いよ、全部遅れてるよ。長友、よし、で流す、もう一回流す、中行く。よし、ナイス。山瀬、詰めろ。うわ、詰めれない。うわ、全部相手に有利な方に転がっていって止める。よし、ナイス、ナイスやん。なんであれ、
あれをねカットされるのはちょっと気に食わん。ナイス、切って、もう一回左、あー読まれてるんか、あれこれな、サイドもう一回出すやろ。そう、読んでんやけどな、抜かれるというか、これは止めるでしょ。よしで落としてサイド、あー走ってない、くそ中島、ナイス、うわいいね、切って、あ切れない、取れる、ナイス、うわもう一回やったな、止める、よしナイス止めた、うわ来た、よし来た、うわ壁、いやー惜しかったな、あれ1点取れんの痛いな。うわー頭越えていく、うわあのなこぼれ球を、やばいやばいやばい、中一人おるけど、うわー止めろ止めろ、よし、ああいうボールはねもう必ずクリアしてください。クリアしても蹴らないんだから、あんなん持っていくの無理やで。うわひどい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 、いやー長友頼むわ、あれはひどいってだから、よしこれ負けんな負けんな、拾える拾える、うえー拾ったのにそこちゃうてー、止める、ナイス、危ない、いやああいうところ怖いな、落として、よし抜いていく、うわー取れない、いつもね後半に失点してしまうんで、その辺はちょっと怖いな。そこか、来た、あダメだった、全然ダメだ、うわーもったいないよその失点の仕方は、ナイスこれ切ろ、それでいい、うわ抜かれてるやん普通に、あ危ねー、しかも出えへんぞこれ、ラッキーラッキー、でもここでなもらってもな怖いんよな、カットされるの方が、よしキーパー返そう、それでいい、でサイド、うわ危ないって、ちょ待ってくれよサイドって、うわきついって、サイドって言ってんのになんで中央なん、いやそもそもこのキーパーからもうサイドに流してほしかったのに、なんで一旦稲本経由すんのよ、いやマジでいらん今の、もったいなすぎるやろ、ああいうことするからな、回収しろ、うわあんなこぼれ玉みたいなやつがなんであんな離れた敵に渡っていくわけ、危ない危ない、落としてきた、はい小林優決める、決めてくれマジ決めてくれ、あれいや止めるやろ今の、なんなん普通に、おるのに当たってくれ、
あー普通に見えへんね、あのロゴみたいなやつ。いやーおい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 、これ前入ってくれ、全然前張ろうとせんやん。うわ最悪、もうあんな理想的なパスやん。え、取ったやん、確実に前入っていってんのに、なんで無視していく。森重はちょっと下げときたい。違うって、そこ経由いらんって。あーちょいちょい、ナイスエンド。ヤットさんマジでそこの守備頼むで。ナイス、来た、よし、それは決めてもらわな困る。いやこの1点大きいよ、あと失点してもいけるっていう余裕があるからな。止める止める、よし、ああ止めれない、止めるっしょ、よし、中央経由して小林、もう一回行こうか。うわーうまいとこ持っていくね。あかんって、サイドサイドサイド、止める、返そう、それでいい。ああおるんかい、サイドやろ。うわー中央やった、うわ普通にカットインしてきた。ナイス、東は止めるで。あと10分や、マジで守るぞ。さっきみたいな変なパスすんなよ、オフサイドじゃんさっき。あこうやってな、簡単にポンポンって持ってかれるんよな。うわーそこよな、なんでそこにこぼすかね。そういうああいうヘディングでな、ポンポンってつま、普通にパーバスつながれんねん、マジきついあれ。さあ西川、これをこれヘディング吸ってくれ、ナイス。あーちょいちょいちょい、当たらない、あれ当たらんのきついねんな。取れる取れるやん、絶対取れるやん、あれおるんやもん、目の前におるんやもん。いやマジでさっきのなんで当たらんねんろうな、目の前におるのに普通にスルーしていくっていう。これ危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ジョルジーニョ、なんでそんな繋がれていくんや、あぶねえ小林。え、うちのファールなの。オッケーオッケー、うわーマジよこのヘディング勝てんな、ナイス、よし。嘘、そこになんで人がいる、もうクリアしろ。さあ山瀬でキープして、キープ、オッケーオッケー、いい、十分十分。キーパー前へ蹴り出します。よしオッケーオッケー、
いやーマジできつかったな後半。はい、オッケー。はい、次行きましょう。次はチャレンジ2ですね。まあ条件は一緒ですね。